バラが危険といえば冒頭のラップですよね。中井さんが歌ってくれただけでもめっちゃ嬉しかったのですが、て,てめんない,いいかげんにしちくれよーうの発音がめっちゃ本格的にびっくりしました。さすがです。あのラップを歌うと聞いた時の気持ち、またはエピソードなどがございましたらお聞かせください。ううそういうふうにバカにするわけだおい、被害者妄想 <laughs> バカにしてないですよ。歌ってないよ <laughs>、えー、しかも本格的でもねえよ <laughs>

まあそうですよだってメロディーがあるんだもんねそうですよそうですよ。メロディーなかったんですよ丸投げでしたからね台本に音符が書いてあるだけ台本に歌うんだなっていうニュアンスが伝わってそういうことですよ一生懸命頑張ったらこれ劇場前につながる大事な設定だからふざけないでふざけてねえよふざけてねえよみたいなことをねそう考えると <laughs> これはどうなんだでも,でもラップラップですねケンタロウさんもそうですし <はい S 2> あのガヤで来てた人たちが,取り,が取り巻きの方々が見た目もなんか役者さんあの似てて <へー S 2> で普段がすごいいい声なんですよラップしてない時の声も <laughs> プリするぐらい本格派っぽい,っい感じの <laughs> いやいやいやおかげで出来上がりはもう完全にねすごいですよ本当健ケンタロウ君とラッパーの皆さんだからね <laughs>